皆さんこんにちは、瀬田しおりです。今回はじゃじゃん、カバンを変えたので久しぶりにカバンの中身をご紹介していこうと思います。はい、カバンはこちらです。バジックのこの巾着型のカバンにしました。このカバンはこんな感じで、この紐をねキュッと絞れるんですよ。でこんな感じでなんか巾着のような形にして持つこともできます。で結構ねインスタグラムとか見るとおしゃれな方とかこうやって広げたままこのまんま持ってたりもして、それも可愛いなと思ったので、私は結構ね荷物が、まあ、少なめではあると思うんですけど、このバッグには結構パンパンになっちゃうので広げたまま使うことが多いです。で本当にデザイン的にはシンプルで、この周りはこうなんかこんな感じになっています。バジックっていうここにロゴも入ってるんですけど、片方しか入ってないのでこういうロゴをね見せたくない、シンプルに持ちたいっていう時はこう逆にしちゃえば、こっち側は何も書かれてないので、ただただこんな感じでおしゃれな黒のバッグとして持てるかなと思います。すごくツヤっとしたレザー素材で、もうシンプルで上品なカバンかなと思います。ホワイトかブラックかですごく迷ったんですけど、私はブラックにしました。もうどんなお洋服にも合わせられるし、これから先長く使っていける定番のようなバッグにできるあのデザインかなと思ったので、こちらを最近購入しました。カバンの中はこんな感じで、小さいポケットが一つついています。仕切りとかはなく、こんな感じのシンプルな作りになってます。結構中がもう真っ黒ですね。なんか大人になってその黒のアイテムで揃えるっていう風になったかな。はい、ということでカバンはこんな感じで紹介したので、続いては中身ご紹介していきます。そしたらまず1つ目がこちら、財布はセリーヌの財布を使ってます。私はこんな感じでなんか手帳型みたいなこう分けるタイプですね。なんか私結構銀行カードとかクレジットカードを持ってるタイプなので、カードをたくさん入れられるものにしたいなと思ってこちらにしました。はい、今ちょっとねカード全部抜いちゃったんですけど、こんな感じで半分カードが入れられるようになってるのと、この後ろもカードが入れられるようになってます。で私はこっちに銀行とクレジットカード、こっちにあの免許証だったりとか保険証だったりとか薬局のポイントカードとか、なんかそういうのを入れてます。でこっちにお札が入るようになってます。今はもう全部スマホ決済してるのであんまり現金は使わないんですけど、3万くらいは入ってるみたいです今。はい、こんな感じで財布とても気に入ってます。続いてメイクポーチなんですけど、こちらこれ財布買った時に入ってた袋かな、違うかな、なんかこういう袋セリーヌのなんか買った時についてきたこの巾着袋をメイクポーチにしてます。でこの中には本当に最近は持ち歩いてなくて、このスックのピュアカラーブラッシュ04番、これはねもう前から愛用していて、動画でもね何回も紹介しているものなんですけど、スックのこのピュアカラーブラッシュシリーズはあのとにかくね薄いんですよ。そうだからかさばらないし、鏡もあのブラシもついているので本当に持ち運びに適してると思います。これは本当に激推し。あとはアイライナー D アップ、なんかね私ね結構すぐ風邪とか笑ったりとかすると涙がすぐ出るタイプなんですよ。だからね結構一番お直しするのはリップの次にアイラインかな。本当にアイライナーはねリキッドをしっかりと持ってないと不安になります。であとはリップが入ってるんですけど、今日使ってるのがこちらのオーブのタイムレスカラーリップ01番。これはねもう本当に皆さんにご紹介したいものなんですけど、マスク生活の中で私が一番持ってて良かったものです。もうマスクつけても食べ物を食べても飲み物を飲んでもあの色落ちしないというか、色がすごくしっかりと残っててくれるので、本当に私はこのオーブのねリップとっても気に入ってます。でもなんかこうティントみたいにあの唇に染み込んで色がもう
ずっとついてるっていうわけではないので、しっかりとこうクレンジングとかお湯で落ちるので、なんか色素沈着とかもあんまりしなそうでいいなって思います。でもう一つ、気分でね色を変えたい時に塗り替えるようにもう一つくらい持っていて、これがトムフォードのリップカラー 02A 番、ちょっとこうなんだろう、優しいカラーこっちのオーブの01番はもう真っ赤、今もつけてるような真っ赤なカラーなので、ちょっと気分を変えてナチュラルな感じにしたい時にこちらのカラーをつけます。トムフォードのリップは高いですよね。私もね本当に奮発してもう大事に大事に使ってるリップです。で最後にもう一つ、こちらも持ってるんですけど、これがディオールの、アディクトリップグローオイル012番。こちらはもうオイルですごくうるうるの唇にしてくれるんですよ。なのでマスクをつける前に塗ったらもうマスクが大変なことになっちゃうんですけど、もうお家ではねこれだけ塗ってたりとか、友達の家に到着した時とかはもうこれを塗って保湿させてます。ということでこんな感じでメイクポーチです。これ結構ねボロボロになってきちゃったんだけど、本当に気に入ってる。巾着って入れてるコスメの量で形ってすごくこう変形するじゃないですか。あんま入ってないからこんな感じでコンパクトに折りたたんじゃおうとか、本当に自由自在にこう形を変えられるので、そういう面でこういう巾着系は使いやすいなって思って、はい、もうずっとこれ使ってます。はい、そして必需品の iPhone iPhone です。私は、iPhone 11 Pro Max です。大きいサイズの、 あの iPhone 使ってます。もうずっと大きいサイズ使ってるから、なんかたまに友達の携帯渡されてちっちゃいのだと、あっちっちゃいってなります。ちなみに最近お気に入りのアプリ急にあ、でもこういうね情報系 D マガジンも登録していて雑誌も読み放題なんですけど、メリーとかトリルとか、なんかそういう情報系のアプリを見るのも好きです。時間があったりとかするとさーっと見ちゃう。クレジットはこんな感じ、ペイペイ、ラインペイとか、一番使うのは楽天ペイですね。あとはねもう細かいものになるんですが、こちら、これはもうずっとリピートして使っているもので、資生堂の手指消毒用エタノール液、まあアルコールスプレーです。私も旦那さんももうこれをずっと持ち歩いてます。なんか大きさがちょうどいいっていうのと、あとは手に優しい保湿成分配合のスプレーになっているので、まあ、少しは優しくあの除菌ができるかなという感じでこちらを使ってます。という普通のスプレータイプですね。こんな感じ。あとは私の大好きなミンティアブリーズのフレッシュレモンの味、これはもうね大好きで、もう常にこれはバッグに入ってます。そしてこれジルスチュアートのこういうロールタイプの香水です。ロールがついているのでこれでくるくるっとしたら香水がつけれるようなやつ、これとっても楽でいいんですよね。これもリピートして結構使ってます。で私のこの好きな香りがオードパルファンっていう香りかな、フローラルなお花のなんだろう、甘すぎずすごい女性らしいような香りなのでとっても好きです。であと最後なんですけど、こちらAirPods。 私はこの前の形のタイプのままなんですけど、なくさないし壊れないので本当にずっとこれ使ってます。もうケース自体もちょっと黒ずんできちゃったから、なんか AirPods ケース可愛いのがあれば買いたいなと思っているところです。はい、ちょっとねお出かけして帰ってきてから気づいたんですが、こちら紹介し忘れました、キーリングですね。去年のクリスマスに夫婦お揃いで買ったこのジミーチューのキーリングです。で旦那さんの方はシルバーなんですけど、私がゴールドにしました。で普通にカバンにねポンって入れておけるし、ここリングになってるのでカバンの奥に入らないようにカバンのこの紐とかにこうつけておけばすぐパッて取れるから、本当にキーリングは楽ちんです。いつもね出かける前はあの玄関にねこれかけといてるんですよ。フックがあってそこにかけてるんですが、出かける時に取って出
かけ先ではカバンの中にずっと入れています。はい、ということでこんな感じでカバンの中身でした。過去のカバンの中身とあんまり変わりはないかもしれないんですが、最近はもうサクッとねお出かけすることが多いので、この大きさでちょうどいいし、このカバンの中身でちょうどいいかなって最近思って、もうずっとこんな感じです。ぜひこの新しいカバンとかカバンの中身でも気になったものがあったらチェックしてみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。